日本近畿地方大阪府大阪市何区新世界新世界は、大阪府大阪市何区恵比寿東に位置する、繁華街。中央やや北寄りに、通天閣が立ち、南東部に、ジャンジャン横丁がある。ジャンジャン横丁当時1897年に、大阪市へ編入される以前は、西成郡今宮村の一部で、二十歳や荒れ地が広がっていた。 市街化のきっかけとなったのが、1903年に開催された第5回内国環業博覧会で、東に隣接する旧東成郡天王寺村の一部と、共に会場敷地となった。内国とあるが、国内外からの最新技術が披露された点では、万博に近いものがあり、博覧会は5ヶ月間で入場者530万人という、大盛況のうちに幕を閉じた。 博覧会に合わせて、日本橋筋の三丁目以南が整備された。会場の西園にはすでに1885年12月に、南海鉄道が、南園には1889年5月に、大阪鉄道が通じていたが、会期中は、南海鉄道が、今宮恵比寿駅南側に、博覧会会場門駅を、関西鉄道が、天王寺駅西側に、 博覧会駅をそれぞれ開設。来場者の利便性を図った。1907年には、片岡直樹ら大阪財界有志が恵比寿町から浜寺までの鉄道敷設を申請。1910年に、半海電気軌道が設立され、翌1911年に恵比寿町から市の町までが開業した。大阪財界は、恵比寿町が、 ターミナル駅として発展することを見越して、博覧会跡地を一大娯楽センターとする計画を立案する。1908年には、博覧会跡地北西角の恵比寿交差点から大阪市電南北線が南場を経由して梅田まで開通している。博覧会跡地は、日露戦争中に陸軍が使用した後、1909年に東側の約5万坪が、 大阪市によって天王寺公園となった。西側の約2万8000坪は大阪財界出資の大阪土地建物会社に払い下げられ、1912年7月3日、大阪の新名所という触れ込みで新世界が誕生。通天閣とルナパークが開業した。開発当初は新パリ第2000日と歌唱されていたが開業の際、 新世界と改められた。1911年に開業した半海電気軌道は難波に拠点を置く南海鉄道と路線が競合することになった。ターミナルの立地面で不利な半海は新世界を集客施設と位置づけその運営に深く関わっていく。南海は1914年。 南の大火で壊滅的な被害を受けた1000日前に楽天地を開設し、対抗した。新世界のコンセプトは、現在のテーマパークに似ており、パリとニューヨークという欧米を代表する2大都市の風景を模倣しながら、最新の文化や風俗を輸入、融合させる試みを行った。街は、北から順に、恵比寿町1丁目には、 南端中央に円形広場を設け、パリの街路に見立てた三方向の放射道路を北へ廃すことになった。放射道路は、西から順に恵比寿通、エビス2、玉水通合法通と命名された。北霞町には、北端中央にエッフェル塔を模した塔を建て、中町とも称する中心大区を形成することとし、塔は、 受学者である藤沢南岳により、通天閣と命名された。南霞町には、ニューヨークコニーアイランドのルナパークに似た、遊園地を開くこととし、ルナパークと命名された。通天閣この時の通天閣は、外線門の上に、エッフェル塔を乗せた様子を模したもので、現在とは外見が異なり、また、現在のものよりも南側にあった。 通天閣とルナパークの間には、イタリアのセレッティタンファーニ社が製造した、日本初の旅客用ロープウェイを設置し、ルナパーク内に置かれた、幸運の神ビリ建造と共に名物となっていた。通天閣及びルナパークの開業により、新世界には、芝居小屋や映画館、飲食店が集まるようになった。1915年、新世界の運営に深く関わってきた。 半海電気軌道が南海鉄道と合併し、事実上、新世界の運営から手を引くことになる。同年、隣接する天稲王子公園内に大阪市立動物園が開園した。1918年には南東に隣接して、飛騨遊郭が開業。1919年には新世界に大阪国技館が建設されるなど、 経営環境や周辺地域が目まぐるしく変化する中、新世界は道頓堀、千日前に次ぐ、歓楽街として、流星を極める。一方、ルナパークは、期待したほどの人気が得られず、楽天地など、類似施設の開業も影響し、1923年に、閉園した。跡地は、大阪市電天王寺社庫に転用された。 1930年代に入ると、郊外鉄道が多く集まる安倍の界隈に、近代的な映画館や百貨店が開業し、古食騒然とした、新世界とは違う、新たな歓楽街として台頭し始める。1938年に、地下鉄御堂筋線が、南馬駅から天王寺駅まで延伸され、新世界の最寄り駅として、動物園前駅が開業している。 第二次世界大戦中の1943年1月、通天閣が、却下の大橋座の火災に巻き込まれて損傷。同年2月、敵軍による空襲の標的にされやすいことに加えて、金属類回収令による鉄材教室のために解体された。加えて1945年3月13日の第一回大阪大空襲では新世界も被災、壊滅した。 1953年の新世界1947年、ジャンジャン横丁がまず復興し、1956年10月28日には、現在の二代目通天閣が開業した。なお、二代目通天閣は、初代通天閣のあった場所より少し北側の場所に建設された。1958年に施行された、売春防止法によって、 左遊郭が廃業。それに伴い、歓楽街としての新世界の活気も衰え始め、界隈を歩くのは、アイリン地区の労働者が大半を占めるようになる。1961年に起こった鎌ヶ崎暴動が追い打ちをかけ、隣接する新世界のイメージもその風評被害を受け悪化。次第に、怖い街と認知されるようになっていった。 1960年代後半になると、1970年の大阪万博開催に向け、鉄道や道路のインフラ整備を担う労働者が、全国各地から大阪に集結。新世界も束の間の活況を呈するが、それが、かえって、労働者の盛り場の色を濃くする結果となった。若者は、北や南、及び隣接の天皇寺、安倍野に流れ、 家族連れの姿も見られず、1970年代から1990年代にかけて、新世界の地盤沈下は止まらなかった。通天閣の年間入場者数も1975年には20万人を割り、過去最低を記録。映画館も閉館が相次ぎ、残った、映画館も、成人映画専門や、名画座程度ととなった。さらに近隣に、 日田新地があったこともあり、そこへの客引き目的などで至るところに外傷が立つなど風紀が乱れ、街全体の雰囲気も暗く、日中の通行人はまばらであった。夜景じゃんじゃん横丁戦前から庶民的な繁華街として親しまれてきた新世界だが、大手施設のターミナル域に恵まれなかったことや、観光の多様化などに伴い、前述の通り、 1970年代以降は長期にわたって低迷が続いていた。しかし、1990年代あたりから昭和の名残を感じさせるレトロな街の雰囲気が戦後を知らない世代などに再評価され、新たな観光地として変貌を遂げつつある。アイリン地区や日田新地に近いロケーションながら街全体を覆う。 独特の雰囲気に引き付けられる人も徐々に増え、小説や漫画の舞台となったり、テレビや雑誌で街を好意的に紹介される機会も多くなっていった。バブル景気による土地の有効活用が叫ばれた1980年代後半、新世界周辺にある大阪市電天皇寺社湖跡地や、新今宮駅北側に広がる中山太陽堂の 工場跡地の再開発計画が持ち上がる。市電車庫の跡地には、大型複合娯楽施設の建設。工場跡地には、岸和田競輪場と赤山競輪場の、場外車券売り場の建設が進められることとなったが、場外車券売り場は、地元住民の反発で建設が中止された。1997年、新世界では、久々の大型娯楽施設として、 フェスティバルゲートとスパワールドが、市電車コア土地に開業し、新世界復興へ向けて、大きな期待が高まったが、フェスティバルゲートは2004年6月に経営破綻し、2008年に、全面閉鎖された。1989年、新世界を舞台にした、坂本淳二監督のデビュー作、どついたる年が公開。後に続く、大手。 ビリケンと共に、新世界三部作と称され、忘れられた、観楽街だった、新世界が再評価されるきっかけとなった。1996年には、NHK の連続テレビ小説、二人っ子の舞台にもなった。これら映画や、テレビドラマの影響で、次第に、全国ネットの旅番組や、バラエティ番組で紹介されることも増え、日本全国に新世界が知られるようになっていく。 その結果、週末になると新世界には、数多くの観光客が詰めかけ、通天閣やビリ建造などをバックに写真を撮ったり、スマートボールに興じている姿を見受けられるようになった。九百八十年代までは、映画館、二千年代前半までは、パチンコ店、ゲームセンター、成人向け店舗が目立った。通天閣南元通りや公園本通りには、二千年代、 後半から、串カツ店などの飲食店が立ち並ぶようになり、派手な外観の店舗前では、客の呼び込みが行われ、かつての錆びれた、歓楽街の面影は見られなくなった。さらに2010年代に入ると、世界各国から日本に旅行をする法日外国人、旅行者が急増し、また、関西国際空港より鉄道で、JR 西日本や、 南海の2社の路線のいずれでも直行できる場所であることも手伝い、新世界への外国人観光客も大幅に増加し、また新世界の各店舗では訪日観光客で賑わい、インバウンド消費も多くなった。中には北側に隣接の日本橋や東側に隣接の天皇寺、阿倍野と同時に観光する観光客もいる。新世界は大阪第3の ゲイタウンでもあり、かつて有名人らが多数お忍びで訪れたゲイ旅館、竹の家があった。ゲーバーは25店、芸イ店トータルでは32店集まっている。ルナパーク時代の名残として、多くの劇場が、今も営業中である。動物園前シネフェスタ4があった、フェスティバルゲートエビス交差点から、ジャンジャン横丁の南端に、新世界交番が、 新今宮駅北側に、エビス交番がある。ラジオ大阪の鶴瓶、ニーノのぬかるみの世界で、リスナーに、一度みんなで新世界に行こうと呼びかけ、番組側の予想を上回る5000人が参集した、出来事が起きたのは、この時代の1980年である。連載第10回、大阪インバウンド最前線外国人観光客と、変化する新世界を語る。 近藤正隆さんインタビュー、ウォーカープラス。2018年11月8日15時27分、発信。2019年7月17日閲覧。ゲイエローページ、ジシエリックより。新世界シアター朝日誕生へ、質高い娯楽発信地目指すシーページ大阪。大阪府警察何和警察署交番1マップ。大阪府警察。ありがとうございます。